はい。はあ。彼女は何を言ってるの？我が助手よ。いや、クリスティーナよ。助手でもクリスティーナでもないと言っとろうが。お前は決定的な間違いを犯している。間違い？わからないか、クリスティーナ。わからないだろうな。それはお前の目が邪念で曇っているからに他ならない。どういうことよ。ならば教えよう。お前はここにいるルカ子のことを言いたいけど気弱そうな女の子と言ったが、こいつは女の子ではない、男だ。何の冗談だそれ。冗談も何も、アカシックレコードにも明記してある揺らぐことなき真実だ。これは釣られてもいいネタ？No。 え？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 漆原さん、岡部の言ってることは本当なの？はい。僕、男です。嘘だ！こんな可愛い子が男の子のはずが。いや、逆。それを言うなら、こんな可愛い子が女の子のはずがないだし。そういう意味で言ったんじゃなくて。ルカ子よ、ありのままのお前でいればいいのだ。俺は、俺たちは、男だろうが女だろうがお前を否定しない。同時にお前の望みもまた、俺は、俺たちは否定しない。いちいち俺たちって言い直さなくてもよくね。あたふたしているな、クリスティーナ。自分よりずっと女の子らしい男がいたことがそれほどショックか？認めるわ。私は彼女、じゃなくて彼に比べれば乱暴な言葉遣いだし、態度も悪いし、可愛げもない。これってショックで3日は寝込むレベルよ。クリスちゃんも可愛いよ。フォローはいらない。ますます惨めになるから。己の欠点を顧みることができる人間はいずれ強くなる。クリスティーナよ、お前もいずれ立派な女性になれるだろう。
今はまだ若いだけだ。あんたに説教されるいわれはないぞ。前言撤回だ。己の欠点すら顧みようとしないとは器の小さいやつめ。うるさい、あんたが言うな。ごめんなさい、僕が変なこと言ったせいで。認めるわ。私は彼女、じゃなくて彼に比べれば乱暴な言葉遣いだし、態度も悪いし、可愛げもない。さて、僕の愛用のデジカメはと。おもむろに撮影会の準備を始めるな、変態。先生、ローアングラーになりたいです。しかしルカ子よ、その望みどこまで本気なのだ。例えば夜眠りについて、朝目覚めたら女の子になっていたみたいな、そういうのが憧れなんです。夢見すぎですよね。ルカ君かわいいね。そうキュート。そういえば聞いたことがあるんだけど。解説セリフ来た。これ、お肉をたくさん食べれば男の子を、野菜をたくさん食べれば女の子を産むことができるっていう俗説があるらしい。 Really? I don't think so. ソースは民命処方？インターネットで見た。そういう返しをするとは、お主やるな。